あ、いいね。最近ローグやってないんだよね。あ、歴消すか。あ、ドポーネントカウンター今日出してなかったね。言ってくれよ。あふれた。タイトル変えなきゃ。ローグアリーナ。ローグアリーナタイム。いいね。あと、英語勢の人のために一応、間違ってミルローグじゃないかって記者は英語で、ローグアリーナ。四つ目に、事故動画でも何度見てもニヤニヤするのがあるよな。俺あの、よく、俺が一番印象的な、今いっぱいあるけど、あの、明治が、あの、最後煽ってきたところでレノして勝つの最高に気持ちよかったな、これ。明治が最後煽ってきて、俺、体力ヘルス3ぐらいのところで、レノして逆転勝ちしたのも最高に気持ちよかったわ。あ、これ血毒か？これは血毒くせえな。冷血ってどうなん？わかんねえけど冷血強そうだな。あんま評価高くねえんだ。あ、そう。あ、妙竹林の方が評価高いな。刺身ながら酒場の喧嘩で勝つやつ。あれ、クッソ怒られたから、YouTube で。なんてタイトルだっけかな。そういうのがすぐ出てくればいいんだけどな。あれ、クッソ気持ちよかったんだけどね。探せば多分出てくる。いや、どうせアリーナゆっくりしながら探すよ。ローグって、サクッとリーサル取り行く？行くか。今の環境で今もポータルフレスト。まあ、ポータルフレストは強いけど、でも結構ね、どこなんだろうな。俺、アリーナ、ちょっとなんとも偉そうなことが言えねえんだけど。暗殺か。手裏剣ってどうなの？なんか、和牛さんが手裏剣でなんか12勝してたよね。でも、すごい風吹いてんな。音聞こえるんじゃない？あー、そうかそうか。そうだね。ロケットと冷血か。リロイコンボみたいな感じが。426強いよね。回復するやつ。でも回復するようなでかいスタッツ持ったミニオンがなんかあんまいない気がするんだよな。こっから翡翠、でも翡翠一回もパスしたんだよね。あ、殺じゃね？あー、集合のアイズ。と見せかけた、ピットファイター。ジーブス。あー、こっちだろ。あー、影市か。翡翠ちゃん、まあ、これは雨だよな。あー、コモちゃん4735、黙らせたやついるっけ。黙らせたいやつ、あいつがいたな、最初にいたな、黙らせたやつ。まあ、もう今となってはなんとやら。
味方のミニオン一体に隠れ身悪くないんじゃないか、これ。アリーナで何 OTK したのやるね。これはどれが一番いいの？変装の達人はどうなの？変装、変、ちょっと調べ、スタッツを見よう。変装。51あんま良くないんだ。じゃあ泣き叫ぶ方がいいわけ？ 49 良くない。ローレンは？もっと悪い。まあ、この中で達人が一番だ。あー、これディファイアスだよな。多分。ワンちゃんも強いけど。あー。2マナ多いな。1、2、3、4、5。まあでもアリーゲーム取って勝つのかな、これ。勝つんだとしたら。これは遅い気がする。これでいいや。スペルある？言うほどないよね。これも強くないよな。あー、ハカラちゃんは強いな。出た、ゴミ。あー、集合ナイズ2回もできたか。前、ジーコ魂で凍結消して勝ってたね。何のことだ。なんだこれは。は？羊ちゃん？いやいや。羊飛んのかな？クリップだったら。弱いな。でもこれ、まあな、ドローソースは結構、まあ、裏切りはなんか何かと刺さるだろう。やばいな、2マナ多すぎるぞ。5マナ取っとくか？ 5 マナミニオンいない？ 1 枚、2枚。これはもう、ちゃう。水蓮はもう取らないって決めたんだ。3マナが足りない。6マナこいつ2枚？いやー、こいつだろ。エビちゃんはいる。隠れ身を持つミニオン一体に、発生しない。ラプターの発生は？断末魔カード1枚引く、断末魔コイン1枚、断末魔、まあ、ラプター強いよな。出た。これいいだろ。バックスター親父。どうだろうな、何勝くらいいくんだろう。さっぱりいいのよ。あ、違う。4563。あー。どんなもんだろう。3ぐらいに気がすんな、俺も。もう1ターン目はもう確定よ。大体ヒーローパワーでしょ。は、遅っ。
まあ、まず一勝したわ。いやいや、ないない。コンセクレーションとかないから。ないから。ないない。聞いたことないわ、コンセクレーションとか。まだ心の準備が。風の音すごいでしょ。今日今あの我らが静岡県吹いてるよ。あー、ハンドバフパラディンですか。はいはいはい、これはまずいですよ。すごくたくさんバフされたの今見ましたよ。たくさん全部ミニオンがバフされましたよ。とても強いですよ。ああ、もうこれフェイスいくわ。このターンに出るダメージは8点か。うん、正直フェイス行きたいんだよね。うわー、でも挑発出てくんのかな。でも逆に言ったらこれスペル、あー、でもこの2枚がスペルだと厄介だけど。3号の起動か。ここは殴っていいんじゃない。あー、ブレキンか。ここでなんか挑発出たらしゃあないでしょ。1ターン目11球。まあ、今回1ターン目からの動きはバケモンだったからな。バリーラ VS フーサー、違う人や。大パンのシーンなんて俺何回も大パンしてるから、大パンのシーンはもういくらでも見つかると思う。探そうと思ったら大パンはしまくってるから。あー、弱えな。いけないね。次のターン、ワンチャンヒロパだけでターンエンドあるな。あー、そうくるか。
これは出さないとつらい。バフされて一発でぶっ飛ばされるのも悲しいな。なんかいろんな悲しいシナリオがあるな。今殺すのか。これでもここを一発で殴って剥がすのかな。OK。That's fine. Oh, okay. トーレン出してフェイス行くとかってあり？ないよね。それはアマー以外の何者でもないよね。まあ2マナで1枚交換できればまあまあまあ別に良しとしよう。今一瞬怪しいプレイを考えついてしまったわ。危ね。今実行しようか悩んじゃった。でもワンパンポコパリーの、おお、それはそれは。この手なら どの手で行くか。ああ、ひっくり返したら取れたか。What's this? パニッシュされる？されたくないな。パラディンだしな、バファルだろ。私の友人を紹介しよう。うわ、弱えな。あんなことねえか。すごい風吹いてんな。気をつけろ。ニモさんも変わんねえかな。こいつがいるからもうちょっとフェイス見てきたいよね。ああ、と思ったらそれか。その風で火災。おお。どの手で行くか。私は無色不敗か。みんな死ねすよ。ファック。喜ぶ。だからなんで、ゲッパーも死んだ、いや、反骨精神だな。そんな中で、そんな中で本当にミローグが死んだのか俺が見てやろうと思って。ミローグが死んだと言われていたけど、本当に死んだのか。検証がしたかった。
まあ確かに死んでたんだけど、検証結果から申し上げます。確かに死んでおりました。あ、やっぱバフ多いな。ほんまバフ。進化した。お、すごい燃えてんな。繰り返したらいいのか。それ強そうな動きだな。このひっくり返すタイミングがなんかずっと分かってない感じですね。ここでコンセクレーション待ってましたとばかりに。親方ちゃん強いね。あと AOE がないっていうのが良かったね。あとやっぱパラガスバフ多いな。やっぱほんとパラガスちゃんとボードを取っていかないとめんどくせえな。プリと同じで。あー、これ盤面バトルだったら勝てる可能性高そうだけど、あー先手か。1マナはないんだよね。怒らせてからひっくり返すの強い。あー、これやばいな。出てくる。光が守ってくれます。ああじゃねえや。よくはねえけど。
私の歯が。ああやべえの出てくるね。はあ、おっと、バクスタおじか。まあ、倒せるこいつだけ倒すか。いやー、待てよ。この手なら。あー、待てよ、どうしたらいい？バクスタ王子まで我慢できる？無理だよな、うん、割ってこいつから倒すっていうのが一番マシなのかな。あーどうしよう。あーそっか。Fuck. That's fucking so bad. Fuck. もうここあともう俺がこのレクサー君だったらもうフェイス行くと思うけどな。それでいい。強欲たれ。強欲たれ、レクサー。俺の番だ。これ一発あえて食らわせとくっていうのは賢いのか？一発食らわせるというプレイありか？ありだな。その方がボード強いもんな。あえての一発食らわす？それだろう。うわ、でもこれ4点食らったらもうヘルスがないのら。あと何ターン?7 ターンぐらい。急げ。小賢しいね。カチンときたわ今俺。間に合わねえ。この挑発や割られるとやばい。やばい。じゃこれが使えるバリューのあるミニオン出してこい。お前は事故今日もキビーキビー。
まあ、挑発への回答ないんだよな、多分な。挑発への回答とかねえよ。ああ、獣は倒すか。そうかそうか。確かにそうだわ。獣は倒したらよかったか。ワンオフか。5 7 9 12 17。ホリクラ、なんというホリクラ。何これ今日ちょこちょこ見るんだけど、一人の人やってる、レジェンドの人やってる、ずっと上げ上げしてる人一人単体か。これあそこでワンちゃんとか出てきたら怖かったけどね。まあでもあれはゆっくりしたらどうせ負けるから。コインないときついな。まあ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 、まあ、最高かな。234と来るんですか。ああまあまあまあ、パスで。風すごいな。雨戸がザンザがぶつかってるわ。盤面4点キープを取ろう。こっちで倒すってのもありっちゃありやけど、盤面で4点出るからこっちの方が強いだろう。で次のターンこれ出して、次のターンこれ出せば。うー、よかった4点で正解だ。風の音、そうそう。で次またでかいの来たら一ちゃんプラスこれでいけたらまあまあ合格だけど。あー来そうだな、いけるんじゃね。あーちょいでかいね。え、これ何これ、待って、これ海王丸じゃん、純粋に。は待って待って待って、だーい。はこの手なら。
介護官や。ちょっと待って。知らなかった俺こいつ、完全介護官だったなんて。え？この手なら。今更気づいたのか。はい。本日気づきました。ジコサンキューと申します。よろしくお願いします。ちなみに俺今日さ、ある企業の、採用面接受けてるよ。中途採用。ちなみに、ティームに。ティームに黙ったけど俺今日、中途採用の面接受けてきたわ。TDH は上位互換がいっぱい。ジャウストって何？レイジャーシリーズも今開いたな。あーそうだね、いるね。あう、あう、グッド。武器持ってる可能性ないな。持ってたら振るはずだな。覚悟を決めな。何見てる。製造業。なんかやっぱり俺デザイン向いてねえな。製造業行った。ボルダーフィストオーガか。ボルフィスね。Can I take this damage? Or can't I? Can I or can't I? Can I? Can't I? Yes, I can. Yes, I can. Of course, I can. ジコって英語できるの？おい、誰か貼ってくれ。俺がやるわ。時間ぴったり。ふぅー。お見事ね。ブーッ。そもないんだよ。あ、全部変わってもよかったね。そうだね。それあるわ、それ100里あるわ。に気をつけて。まあ一応2マナがあるだけ良しとする。来て、ディファイアス、ディファイアス、ここでディファイアスが出れば俺の勝ち。ああ、そういうこと。ああ、うん、1ターン目動けなさそうだな。でもレクサー君相手に1ターン目動けないのつらいな。進化ってのはそういうもんよ。進化はロマンプレイだから。拡張してからめっちゃ合ってない。いやでも前からこんなもんだよ。大体平均何回って5勝だから俺。大体平均5勝ぐらいで多分収まってると思う。今も多分昔も。Holy crapperino, it's so good.What happened to him? What happened to him?
So good, so good。ヒーローパワー？嘘でしょ？キルコマ使う？キルコマ使っちゃう。使わない。バフリンコある？バフリンコやめてよ。誰か男の人呼んでーって言うからな。バフリンコしたら、バフしたら男の人呼んでもらうからな。バフは許さないからな。でもな、ライオンがいたらこれやだな。まあまあ、ハイメインがいたら大体負けるけどさ。ああ、男の人呼ばなくてよさそうだ。次のターン、ヒロパとナイフでいいかな。ああ。こいつは倒すよな。さすがにフェイス派の俺もこいつは倒すよ。こいつは倒さなきゃあかんやつよ。大暴れしてくるから。ふわふわ。じゃあどんな感じかな。これやばい。一応この後暗殺もあるんだよね。あー、こいつらのミニオン残しはありか前か。フェイス行きたいな。夜中に来てみたらヘビデルですやな。ジコさんって BL 漫画のキャラによくいそうな爽やかさがありますよね。はい、ありがとうございます。そうなんだよね、そういうのが俺のいいところだってもう何回も言われてるから。ファッキンなんちゃら、この手なら
腹先もったいなかったかな。腹先フェイスにぶっこんでもよかったかな。まあでかい挑発が出てきても一応対応はできるし、いいね。フェイスよ。フェイスを殴るやつが一番強い。だからまあローグ序盤盤面取ってで除去しながら顔面殴れるみたいなのがいいね。まあ、今回の件で言うと多分挑発がすごくいい感じだね。挑発がいい仕事してるイメージだな。あなたが招いた背中に気をつけて。ワンチャン全開なんだよね。デファイアスが欲しいけど、まあでもな、さすがにそんな強い動きはできないよね。あーやばい、ノラーノラー困ったノラー。6号にはね、毎回活躍するからね。当時祭を祝いましょう。当時祭、おめでとう。あー、どっちかな。熱中なさっておいでですね。了解。これ3ターン目の動きができたな。これが殴ってこないでミニオン出してくれれば都合はいいけど、どうかな。ああ普通にそうか、そっち取るか。我は目覚めし、この曲最近ずっとこの曲が聴きたくなっちゃう。ニートでロールしていいよね。ニートロールか。さすがにこれでターンエンドは弱すぎるよね。それは取れないな。その後解放感出すの。でも携帯の画面割れちゃいました。すぐに変えた方がいいですかね。携帯の画面割れるとね、あの電車とかで、あ、意外と使ってる人いるからええやんってちょっと思うんだけど、結構しんどいと思うから変えた方がいいです。ああ、これでいいよ。最近あれだもんね。変わってねえよ。全然変わってねえ。俺昔から多分あんま上手くねえし、今も上手くねえし、昔も上手くねえ。何か勘違いしてる人がいるけど。今回たまたま、今回の数字だけ見ると、あれ事故上手くなったな、みたいな感じが出るけど、別にそんなことねえから。そんな事実はありません。これは上昇不敗で俺が勝ってエモートするだろう。ああ、でも相手明治で広くあるんだよな。
こいつくらい出して取ってもらう。あー、いや違う、上昇腐敗だ。なんだろうこのやりとり。たく俺は行って身を削って殴るのに相手はヒロパでポコパーンかよ。7500円で、そうだよ、細かい破片が出るから。順位賞何回くらいしたことあったんです。どうだろう、通算で言ったら20回から30回の間だと思うな、多分20回から30回の間。看護のまた配信してるけど38人。お、じゃあ、あの子フォローし、あの子のちょっと URL、まあいいや、キシャラちょっと後でフォローしに行こう。俺の後ろへ。せっかくの俺がモデレーターなんだから、ちょっと探しに行かなきゃ。あ、それとあと YouTube なら気持ちいいイメージ倒したかい探すわ。そうだ、先に YouTube で気持ちいいイメージ倒したかい。あの、みんなに見てほしい。あの、俺おすすめのやつ。どこにあるかでも分からないノラ。なんで検索かければいいね。自分の動画ね、明治。ナメプ明治をぶっ飛ばすみたいな名前だったから、明治。明治で多分検索かければ出てくるな。あー、少ない少ない。あるある、絶対ある。どうかしら。火をつけようか。この手なら。あったわ、多分これだ。あ、違うな、これじゃない。あ、これだったか。あ、これっぽいな。あ、めっちゃ除去されてんじゃん。原崎。しくじったわ。26回の本当にバリラコスの準備は整えてるね。準備は整えてる。今一歩一歩着実に準備はしてる。あんた招待客か。これのだ。みんな俺だ。さっきの普通にプレミアム。え、相手も。こいつスノーボールするんだけど、こいつ。
But I cannot kill. But I cannot kill. How can I handle? How can I handle this?でもこいつ倒せないわ。さっき使っちゃったから、ナイフ。ナイフのせいで倒せなくなった。全部ナイフが悪い。原崎来るかなみたいな。俺の甘えがあったけど来なかった。韓国のお姉ちゃんの名前なんだっけ。俺も探さなきゃいけない、いちいち。ちょっと貼ってくんない？韓国の姉ちゃんのとこちょっと常連になってる人いるし、ちょっと貼って、韓国の姉ちゃんの。あ、もう勝てねえよ。もう根死して、俺。ドローねえし。この手、それとも。いや、ナイフのおかげでは来たけどさ。こいつだって倒せないじゃん。次の段これで取りに行くしかないっしょ。それでもこれスノーボールするよ。もうすでにスノーボールしてるわ。どうせダメだな。どの手で行くか。根死してコンシードがしたいのら。クソファッキン。でも今回はだいぶチームの予想の勝利勝ち数にいきそうだな。多分大型予想通りの結果になりそうじゃない。背中に気をつけて。
うわーこれパクってドローしてお見事ですとか言いそうだわこいつ。うわー腹立つわ、腹立つノリだよ、絶対立つノリだろこれ、立つにだわ。うわこれパクってこいつにぶつけてからで自分でこいつもう一回ヒールしてお見事ですってやつだわ。うわ立つにだ、絶対これ立つにだ。俺には見えるこいつが立つにしてくるの。あ、違った。バフとかやめろよ。うわこれカツニーしてきそうな予感しかしね。取らないでお願いお願いお願い、やめてやめて、俺離さない離さない、やめて離さない離さない、やだやめろやめろ。あー来た OP か、そっちの OP ね、はい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 、そっちの OP っすか、はいはい。もう一マナありやな。まあこれ取るか。あでもこれヒールして殴ってくる。まあでもそれでも一応やれることはあるか。誰か怪我をしましたか。はは。我は目覚めし。Holy crap！ちゃん、エビちゃんはなんかこれからさ、押し寄せる脅威に使いたいんだよね。これから押し寄せてくる脅威に。Looks not that bad.
この手なら。今日もクソもないんだよ。決めなきゃ。後ろだ。Easy.まあ今のは殴るだろ。次のターンリーサル見てっからな。自己お願いか。まあにやり一つだろう。ラダーよりアリーナの方がいい。大抵みんなそうなんだろう。そんなこと言ったらそんなこと言ったら大体みんなそうなるわ。あー、コインがありゃな。クラパリーノなのにな。上昇ファイブ多いね。まあ強いからね、結構ね。コインがあればクラパリーノできたのに。これで血死毒あたりが入ってればこれ出して次の段ヒロパ血死毒っていう最強コンボだけどね。あー、なるほど。弱えなこれ。次のターン、まあこれ出さざるを得ねえわ。ラプター。ボードコントロールのために。あー、場合によってはパスするわ。なーに、化けありの勝負。あー、出すか。うん、出すね。さっきの相手のは死ねんだし、あ、そうだったんだ。じゃあ違うね。純正じゃない。なんだそのミニオンは。キラキラ光ったミニオンは。出すんじゃねえぞ。OK。鉄なら OK だ。OK。ただいま剣山。とりあえず広げときゃいいだろ。もしかしたらこれで取った方がよかったかもしんねえけど。あ、もう手札ねえな。これ取った方がよかったかな。わっぷす。わっぷす。わっぷす。どの手で行くか。行くわよ。何なんだ。
ボーン広場だと次のターンが多分弱いんだよね。で無理に来てくれれば次のターン1点で取れると思ったからこれで。広場基本的に使うと弱いからあんまり使いたくないんだよね。まあさっきの状況でどうかって言われるとうーんってなるけど。なんか間違えた俺。何の順番？なんか間違ってた。合ってたやろ。倒そう。あ、左叩いて俺が飛ぶと。俺それしょっちゅうやってるな。おお。なんだこの軽いデッキの戦いは。そうかな。うそ、こっからオレンジが見えるぜ。2点損した。ほんと警察多いわ。すぐ捕まっちゃうわ。ただいま剣山。直面せよ。覚悟を決めな。盾を掲げよ。ただいま剣山。一番嫌なのはピットファイターしてることだろう。相手のデッキが軽いことを祈ろう。あとはクソファッキントップデック対決や。相手まだ2枚もあんのか。でも、うん、俺重いカードまだいっぱい入ってんな。これ来るだろう多分。でもよかった、軽いカードばっかりで。オッケー。どうなんだろうな。カオソンの剣はまあミスったと思うけど、でもあそこヒロパ使わない方がいいと思うけど、武器も手札にあったから。どうなんだろう。 Y には上がらん。 Y にはバリエラ vs ティランダ。ティランダベルンが力を与えたわ。背中に気をつけて。うん、全返しやな。微妙やね。お願い、来て1ターン目にあいつ、あいつ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 、はい、外れ。なんでこっちの手札で攻撃するんだろう。自分ならね、多分すごい軽いんじゃない。ものすごい軽いし AOE もないんだったらまあ別に分からんくもないけど。
次のターンこれ使う可能性ある？ないね。 0% だって。今殺しの時だ。力に食われる。何？いくつ減るんだっけこれ。自分のターンの返しこのミニオンに2ダメージを与える。うっとうしいね。しかもこいつプリだろ。回復、もし叩いて回復するとすると5になるか。じゃあこいつがいれば大丈夫。殴っときゃ次のターン勝手に死ぬんだよね。ひっくり返せば綺麗に場面取れた。おい、そんな事実があったのか。先に言ってくれ。ああ、そうか、これでひっくり返せばよかったのか。ああ、そうか、ひっくり返したらよかったな。そうだね、その方がよかったね。気をつけろ。まだバフあんの？ああ、びっくりした。まだバフあんのかと思った。リクサイエン、一切ないな。ああ。いずれにせよこいつは叩かなきゃいけないのかな。どの手で行くか。そうだよね。ああ、そっちじゃなくて、あ、そういうことか。そうか、これ、そうかそうか。なるほど、そうだね。まあ、盤面的には結果いいやん。どうせ AO いないし。これぐしゃーってされたら泣くな。そっか、ミスりまくってんな。なるほど、でもこうやって言うとあれだな。どうかしら。私の友人を紹介しよう。早かったね。すぐ取られたね。シンゴン盾やめて。
シンゴの盾警戒するんだったら先にかけてから殴った方がいいの。どうかしら。ああ、これもだしよくねえプレイだな。シンゴの盾を考えたら、先に殴ってからこいつのヘルス、だって3、8の状態を8、3、2回で殴った方がいいのか。で、8、2になるのか。その方が良かった。まあいいや。真実こそ我ら。勝てよ。よし、よくやった。高嵐長媒師、こうなんか他にもっといい答えがあった感あるね。相手はドゥインだもんな。相手はドゥインか。まあボード綺麗になるんだよね。綺麗にすっか。負ける覚悟はいいか。オックス。手札はいいじゃん。でこれがちっちゃいの並べてくるんだったら裏切りが警察です。裏切り警察が捕まえられるぜ。行くぜ俺たちの裏切り警察、捕まえてやってくれ。よーしよし、よくやった。捕まえよう。逮捕だ。と言ってもそんなにいい逮捕ではねえな。まあ一応一匹は捕まえるけど、裏切りしてもこれフェイス行きたいな。いや裏切りいらない。これで叩いて、これな、待てよ。ここに裏切り使ってで広場で叩いてこいつ赤くする。裏切り早いか。いやいいだろう。邪魔邪魔。5、8、5、10、15、18、20、5、10、15、18、20、21。でこの辺でヘンクリが出てくるから、ヘンクリを暗殺で取ると。適当だったけど、なんか超いっぱいいろんな指摘あったなこのゲーム。あとでちょっと 見返そうかなっていう時は大体見返さないんだけど、なんかもっといいプレイがたくさんあったんだろうな。さっきのサンフューリー出した方がいいんじゃない。
どうなんだろう、毎日何かあった時のために取っときたいんだけど。はてな。背中に気をつけて。ジコちゃんって毎回7回超えてる、7勝超えてるように見えるんですか、ピックンですか、それともプレイング、ピックンです。やっぱ運がいいっていうのが一番大事だから。しかもちなみに毎回7回超えてねえから。ちな先に訂正しとくわ。そういうの言っとくとね、そういう風に言うとね、いつの間にか俺がそういう風に言ってたってね、嘘の噂が広まる可能性がある。ちな、毎回7勝言ってません。ここに名言。やったぜ、これ2点ダメージになるんだよね。これって2点ダメージになるの？ティーム、教えて、これって。これって2点ダメージ。これってスペダメつく？ちょっとティーム急いで、急いで、急いで。これ2点つく？教えて、早く。これ2点になる？これならないの？これならないの？どっち？これなんか表示が変わんねえんだけど、これなんで？ならないの？これスペルじゃねえかよ。スペルじゃん、これ。はい、バカ。武器はスペルですか？はい、スペルです。ほんと面白くねえわ。あー、待てよ。いや、モタルコ？たまごみよしか。たまごみさんは別に OK です。はい、一番強いの来た。覚悟を決めな。パンパスだ。地獄の炎とかやめろよ、許さねえからな。ウーズに武器を割ること多くない？本当だよな、あいつズルしてるよな。これ警戒しなきゃいけねえのこいつ。無理だよそんなの。これを、じゃあこれ OP すぎるわ。今の OP だわ。あ、フェイスレースか、負けねえぞ。行くぜこっちは。介護官をかくまっていこう。
初、こんばんは、今日で、はい、ありがとうございます。初レジ目指して頑張ってるけど、心が折れそうな僕に一言さ、無理だ、諦めろ。どうやっても勝てねえよ、こいつには。バカかよ。バカすぎ。ちょ、トイレ休憩。バカすぎ。ああ、そうだね。今までアリーナって言ったら、ウォロがズーっていうイメージだったけどね。そうだね。コントロールだよね。コントロールでもねえわ。強えわ、普通に。ああ、ほんとプリも増えたわ。あれ今日、明治最初の方に一回当たったぐらいじゃないか。あの動き、最強の動きさせてよ。ああ、まあ、悪くないな。ほんとは、デファイアスしたいけど、まあ、まあこれデファイアスみたいなもんだし、まあ悪くはないな。サンマナもあるし、これか。パクられてドンパツされんのかな。これ殴られてドンパツされたら俺泣くんだけど。まあ1ターン目にドンパツされる。うわ、2ターン目次のターンあたりにドンパツされんのかな。ドンパツされたくねえな。ドンパツしないで。ああ、もうこれ絶対そうだわ。これドンパツだわ。わかった。見えた、見えたわ。あ、違った。よかった、ドンパツじゃなくて。自らで自らを取られるみたいな。あれすげえ悲しいからさ。いろいろ今楽しそうだね。あ？あー、これコンボしてえわ。超コンボして。あー、盤面考えたら絶対3なんだけどな。でもこのデッキの弱点はカードなくなることだろう。うわー、コンボしてえけど弱え。弱え。どうしよっかな。コンボしてえな。これどうすんのかな。これうまいプレイヤーは。とりあえずこれ殴るだろう。どうすんだ。まあ、普通は出すんだろうな、サンマナをな。俺はこっちだと思うけどな。まあでもロマンがある。だってこれパクられたらどうする？パクってポコパーン。まあでも5になるか。5-1で5-1になったの回復。ああ美味しいな。それはなんか気持ちよくなれるわ。こいつ殴ってポコパーンして、ああ気持ちいいわそれ。俺もやりてえなそんなの。ドヤってドヤ回復したいよな。何これ、何これ、コントロールじゃん。一体お前俺の何をコントロールするつもりだ。4-4と3-4か、あんま変わんねえな。
久しぶりだわ、またコントロール&。やめようぜ、コントロール。これで1点与えて、これポコパーンできるか。そうだね、武器余り気持ちよくなれそうだね。ドゥイーン、やめようぜ、そういう。そういうプレイよく。あ、これドラゴンなんとかポーションあるでしょ、多分。どう思う、ティーム。これドラゴンなんとかポーションあると思わない？絶対あると思う、俺。絶対あるよね。てかこんだけボード取ったら何がミニオン出ているの取れるから、別にここは俺は急がなくてもいいんだ。よし、こいつはひっくりポンか。うわ、ひっくりポンした後にドラゴンなんたらポーション。うわ、それもゲロウザだな。ひっくりポンしてヒロッパと8点食らうのは別に何にも問題ないから、ひっくりポンしてヒロッパと、そうだね、でさらに5点フェイスに入れとくか。ああ、それか、血死毒使う？いや、どうせこれ取られるんだよね。どうせ死ぬよ。どうせ死ぬ。絶対あるって。もう事故ってるとは思えない。ここまで勝ってる。安藤が。ないの本当に。なんだわ、もう何が何だか分からなくなってきたぜ。この手なら。なんか微妙だな、今の。今のは正しくねえな、多分な。エルーンのお望みは何？そんなこと言われてもわかんないよ。ドラゴンアンドじゃねえかよ、マジ。ジーマーのドラゴンアンドなんだけど、おっ、34711、あ、え、これリーサル？
どういうデッキだったんだろう、聞いてみたいな。レオナルドちゃん、いや煽りとかじゃなくて聞いてみてえわ。いや今煽ろうかと思ったんだけど、でもな、何を思ってんのかなと聞こうと思ったんだよね。レノでも思ってたのかな、なんだろう。発症してるんだから多分下手くそじゃないと思うけど、ダメだ、オンラインなんで仲間になってくんねえわ。あの人一体何しようとしてたんだろう。ね、普通に興味ない、あれ。何がしたかったのか、何が持ってたのかなと思って。ダメだ、友達になってくんねえ。しゃあない。ファッティ、あれ思い出した今俺この、お、来た。まあ明治だったらこれ一発で除去なんだけどな、一匹はな、かわいそうに。まあでもそれでもバリューあるわ、親方。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいよいいよ。まあ一番バリューのあるプレイをしてる。ゾンチャとか出すなよマジで。ゾンチャとか出したらぶ、まあ、大バンすっかんな。ギリアウト。メイジでこれも強いよな。理想的なのはこれで次のターンに相手がデスロード出すことが理想だね。次のターンデスロード来たら気持ちよく取ってトレードできると。それだ、はいデスロード、はいデスロード、よろで、デスロードから俺のピットファイターが出るっていう、ここまで俺の中のシナリオだろ。デスローからピットファイター。ゾンチャー、やっぱりお前か。両方1マナ入ってるんだ。それでいて後々も強いカード持ってんだろ、ファイアーランズポータル。許せねえぜこいつは、こいつは犯罪だ。こいつは犯罪だぜブロー。ああこれ強えけどどうかな、通るかな。ありがとう。あーそれもいけないわ、それも禁止カードだぞ。これだと広場打ってくんでしょどうせ。この辺のメイジだったら広場打つだろう。嘘じゃん、ウロボはもっと悪いじゃん、ウロボはもっと悪いじゃん。おわっ、プス、パニッシュ、レッツパニッシュ。ウォープス、裏切りバリューが光るね。うん、俺たちの裏切りが光るんじゃないか。いやでもスカルカーか、この2マナはスカルカー。うわ、ヒロパがあればな取れるんだけどな。まあどうせ1位のヒットポイントのやつはどうせ取られるから、裏切りじゃなくてこれスカルカーか、裏切りプラス、裏切りプラスこいつを出した方が強いのか、それともスカルカーか。ここスカルカーじゃないかな。あそうか、ヒロパ、そうかコインが出るから取れるんだ。
決めなきゃ。いや、コイン出ないじゃん。出ない出ない。取れない取れない。何言ってんだこれ。あー、ありがとう。これ使うか？使うよな。メイドよりご挨拶。ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと何言ってるか分かんないですわ。あの、本当は分かってる時に使う言葉だから。それ誤用だよ。ちょっと何言ってるか分かんないですよ。完全な誤用。ありますよね。ミーズだったよね。挑発外せよお前は。俺の後ろへ行くわよ。お前は挑発外せ。受けようとしてんじゃねえぞ。とはね、あとはトンネルみたいなやつがいるでしょ。どんだけドローソース持ってんだよ。絶対こいつ俺一旦目、俺一旦前にこれヒロパで使っとくべきだったと思うけどな。まあ相手が何だろうと、あなたの勝ちなんで関係ないっすわーすわー。行くわよ。トンネルが来てなんて足りねえな。
どの手で行くか。何回こう、まあ、今回のアリーナで俺が言って何回それ剥がされたのか数えてる人いる？誰か男の人呼んで。何回俺今回その挑発剥がされてんの。総括愛武器武器剥がされすぎでしょ。何回剥がすんだお前は。剥がされすぎだろ。No. Iku wa yo. Ah, na Hiropa Buki ka. So ka.どっちにし負けたわ。これって何？これエピゴールドのエピック。これってええやん。多少の足しにはなっただろ。明日はお休みやで。ナイス。Is it? Hope so.